直近のラウンジルーク戦何が悪かったか。OK です。じゃあ、とりあえず直近のこの2つを見ていきましょう。何が悪かったか。今の段階で言うと、キャラ対策っていうよりかは、もっと降臨のポテンシャルを引き伸ばすっていう方が結構大事だとは思います。やっぱこういうとこっすよね。こういうところで反撃をきちんと決める。これマイナス8あるんで、相手。やっぱこういうところできちんと反撃を決めたい。でもやってることがしゃがみジャックキックなので、リターンに繋がってないんですよね。なのでこういうところでやっぱしっかり反撃をまずは決めれるようになりたい。まあ、今だとやっぱね、牽制で振る技が弱いっすね。もうちょっと、後ろ強キック使った方がいいですよ。しゃがみ中継とかいいっすね。ああ、こういうね、やっぱ反撃なんですよ。反撃がとにかく取れてない。おお。で、あとやっぱ、置き攻めっていうものを覚えていった方がいいと思いますね。当たった時のリターンを高めていく。あ、でもこういうのはね、いいと思いますよ。こういうのはいいと思う。積極的に狙っていくの。ただ、しゃがみ中継発動、立ち強パンで入ったっけな？なんで、まず相手の技、何ガードしたら、ちゃんと反撃入るかなっていうのは、調べていく。あと、やっぱり、置き攻めを覚えていった方がいいと思います。まず、反撃という引き強系をめっちゃ意識してみるっていうのはいいと思いますね。牽制にこの技は結構やっぱ強いんで、これでクラカン取っていく。で、あと、やっぱり、例えばこれを当てた後の置き攻め。まあ、こんな感じで、氷のヘイルを投げてみる。すごい簡単なのが、これ氷投げます、しゃがみ中継、前ダッシュってやると、プラス4フレーム取れるんですよ。これで暴れ潰しと、そのまま投げっていうのがすごい強いんで、こういう当て身が当たったら、こうやって投げちゃう。で、そうするとダメージがどん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 与える機会が増えていくので、こういうなんかセットプレイをまず覚えていく。画面端だったら、なんかこういう前捨てして、しゃがみ弱パン、立ち弱キックってすかして、プラス4フレーム取れるんですよ。で、結構こういうのを覚えていくと、まあこうやって、相手が投げを押してたら、こうやって EX パラベラム、行きつつ、まあ投げか、シミかの2択を迫れるっていう。なんでこういうセットプレイを一つ一つ調べて覚えていくと、もっと上手くなると思います。今だとやっぱ反撃もあまりうまくいってないのもあるんですけど、反撃をちゃんと決めた時とか何か当てた時のリターンをどん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 こうやって深めていく。こういうセットプレイを YouTube とかで検索すると載ってたりすると思うので覚えていくといいと思います。で、そういうのを覚えていくと操作どんどん上手くなっていくんで、これって上手い人って絶対やるし、で、下手な人は覚えれば上手くなるんで。なんでこういうセットプレイをまずは覚えていくっていうのが基本的な上手くなり方だと思うので。それを実践で決めれるようになっていけば上手くなると思います。はい、今週も CFA のアドバイス会にご参加いただきありがとうございました。
まあ、またね、やって続けていくので、まあ、ぜひぜひ、見てほしい試合とか、まあ、こういうこと困ってますとか、こういうのどういうふうに意識してるんですかとか、そういった質問もね、コメントにしていただけると嬉しかったりもします。では、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。またお会いしましょう。